こんにちは、ブルーフォースです。ではマリオストーリー続きやっていきましょう。前回はケーキを作ったところで終わりましたね。はい、まあ、あのブラックレイフをね、もうチュン卑怯な技を使いまくって倒したというところですね。はい、あ、まあストーン石、ストーン石、ストーンも石も一緒だっちゅうの。うん、まあ、あの、なんか使いました。はい、なんかを使って、おー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤーファイヤー、ちょっと待って。PK ファイヤーおるやん。やばいやん。PK ファイヤーなんかがいたら、ちょっと待ってね。戦えるやつがもうあれだ。ノコノコしか、あーおおーあーやっちまった。あいたしかも攻撃力高っ。じゃあとりあえずこいつから。始末しまんにゃわ。はい、頭隠して尻隠さず。コマンドヘイフ、あ、そういうことだったのか。なるほどね。なんか昔さ、その、やってた頃、ハンマーの攻撃を受けると、マリオのコマンドが一つ使えなくなる。ああ、気をつけましょう。よいしょ。あ、その昔のさ、その、あ、昔っていうか、小学生の頃やってた時のコマンドがさ、その、ボタンを入力する意味のコマンドって思ってたから、こいつのどこにボタンをその入力するあれがあるんだろうと。あるいは、まあ、コマンドを、使えなくするからそういう意味なのかなとかって思ってたけど、よく考えたらコマンダーのことだったのね。はい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 。ようやくそこら辺の合点がいきましたよ。グルメヘイ、ああ、じゃあいけねえのか。お邪魔しまーす。僕はみんなにグルメヘイホーって呼ばれてるのね。でも僕はごく普通のヘイホーのつもりなのね。パーお腹減ったのね。ケーキどう？多分これでね、あの雷ドッカンとか与えたらね、もうね、やばいことになっちゃうからね。ペッて捨てられてただ無駄にするだけだ。シャス、うますぎる。うーん、ヒョン、で、あの、何もつけずにこのままあれだよね、すごいよね、星の彼方まで飛んでいけるもんね。素晴らしい。あ、ちょ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 、お料理の本で、これを読むことによってキャシーがレベルアップしますと。どうしようかな。まあまあまあ、このステージは別にいらないかな。あー、相変わらず難しいな。当てるのがシビアっつーの、なんかいるっつーの。どうしようかな。あいつしかも攻撃力高いんだ、確かな。物知りましょう。ファイヤーヘイホー。踏んづけたりすると、7の4。攻撃力高いから結構手怖いよ。でもファイヤーだけに水とか雪には弱いんだ。あ、だからあいつの力を使えってか。まあいいよ、別に。なんか呼んできやがった。回ってるよ。こいつどう攻撃してくんの？あ、普通にあれか。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。はい、オッケー。これをクリアすると、一応7人のうち、4人を助けることになるから、まあ、折り返しっちゃ折り返しなのかな？オッケー、カン。ただ、そうか。クリアした後にクッパ城があるから、あれか。ちょうど半分、まあ、折り返しか。合ってんのか。表現として合ってんだな。うん。まあ、どうでもいいや。あの、なんか、最後まで楽しめればそれでいいんですよ。ほい、あ、そっか、1残んのけ。よいしょー。ちなみに音声と画面どうかな。まだ相変わらずずれてんのかな。いろいろとね、あの OBS の方修正したりとかでね、やったりとかしてるんだけど、いまいちうまくいかないことっていうのが結構ね、多くてね、大変なんですよね。ぐるぐる目回し、なんか使ってみても面白いかもしんないね。ああ、まただ。もう普通に踏んだ方がいいな。いや、一撃で殺せるかなっていうちょっと淡い期待を抱いてるわけですよ。よいしょー。よいしょー。やられるときは浮いてんだな。面白いね、あいつ。よいしょ。はい。お仲間呼んでくる。もうこれでバルーン兵を飛んでくる。来ないんかーい。あいた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 。よいしょー。モジュラの仮面も始めてるじゃないですか。あれ、どうしよっかなと思って。もしかしたらその、モジュラの仮面のその、僕が撮ってる実況が上がる頃には、こうやりますみたいなことを喋ってるかもしれないですけど、一応ね、メインストーリーはちゃんと進めるけど、めんどくさいんだけど、夫婦の仮面まで撮って、全お面をコンプリートした上で、クリアをしようかなというふうに思ってるんで、ちょっと時間がかかって、ぐだる可能性とかも高いんだけど、ちょっとそこまでやろうと思ってるんで、ムジュラの仮面ね、好きだよっていう方はぜひね、そこまでご覧いただけたらなというふうに思いますんで、はい。応援よろしくお願いします。こうやったら効率いいよとかっていうのね、全然僕プライドもクソもない。あー、早っ！お尻に火がついてて、あっちっちーなのかな。はー。よいしょ。
そう、だから、ぜひね、チャンネルじゃないや、もしかしたら、チャンネル登録は、ぜひ皆さんゴリゴリにしてください。お願いします。はい。で、それはいいんですけど、そう。なので、まあ、まったりとね、僕のゲーム実況は、何かこう、手に汗握って激しく見てとか、スーパープレイ見て参考にして自分のゲームプレイに生かそうとかってそういうのじゃなくて、単純におっさんがなんか一人で叫んでゲーム実況やってるのをなんかラジオ感覚で、だからゲーム画面なんか全く見なくてもいいっすよ。うん、全然見なくて OK で、なんかラジオ感覚でなんか勉強するというか読書するというかなんかの暇つぶしに、なんか料理とか作ってる時とか暇じゃないですか、トイレしてる時とか、そんな暇な時間になんかちょっとしたその暇つぶしとして、その時間をまあ経過するのなんかねになんか使ってくれたらいいかなというふうに思ってますんで、まあこのゲーム自体が好きでね、わこんなシーンやったら懐かしいなとか、まあこうやったらもっと面白くなるのにとかって、そういうのいろいろとね、まあアドバイスをくれたりとか、普通にゲームを見るの自体を楽しむっていうことであれば全然やってくれたらいいんですけど、そもそもゲームを楽しみたいのになんかおっさんがねこうやってベラベラずっと喋ってるっていうのも、もう全く気の休まらない雨嵐っていうところかもしれないんだけどね、まあそれはそれでいいんじゃないって思うけどね、うん、まあ楽しければなんだっていいんすよ。はっはっ、グリーン駅到着。なんかまだあるな。あ、これなんかあるんだな。あー、これどっかでヒントかなんか得なきゃいけないやつかな。ちょっと待ってね、星の器がどっかにあるはずなんだけど、ないな。あれマジでないぞ。こんな端っことかないな。お、あったあったあった。オッケー、結構あるもんなんだね。よいしょ。あー違うわ、わかった。これ間違えるとこれ敵が出てくるじゃないか。ですよねー。大量発生じゃん。これ、こっちに逃げると。ちょっと待って、ババアの杖、なんか今画面の都合上切れてたぞ。大丈夫か、こう戻らない。あ、よかった。こうでいいんだよな。じゃ、ですよね。あれ違う。あれ、あ、じゃ、逆からやるべき、これ。ん？え、だって緑、黄色、赤、青。よ？まあ、いいや。もう思い出せないから、いいや。普通にクリアしていきましょう。ちゃ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 。ほい。ああ、誰もレペゼンフォックスの超絶イケメンの人を言ってるわけじゃないですよ。これ何ちなみに。秘密の呪文の書？めっちゃいるわん。そして使えないわん。めんどくさいわん。まあ、一体、しこしことやっていきますか。くる。はい。よいしょー。ピー。はい、オッケー。いやー、ナイスで防御とあれだね。防御プラスあるのは、じゃあダメージ減るか。ありがたいね。強いな、マジで。なんかよくわかんないけど、とりあえずくるくる2回しちゃった。オッケー。はい、ほうごときさよならバイバイ。ちゃん。今日でどうだろう、ヘイホークリアできるかな。あと20分くらいで、あ、じゃあ見せた。ムカつくー、潰す。あ、でもそうか、6か。あー、しまった。普通にジャンプしとけばよかった。まあ、このくらいのビンタで許しといてあげましょう。あれかな、カンテラちゃんを倒すときにはなんとかクリアできそうかな。どうかな、読めない面も。あ、物知りな人に見せてみよう。あ、スーパー、ぐるぐる目は知らないかな。違う。いらない。と言いつつ、まあ、いっか、スーパーキノコ食べてぐるぐる目回し回収すっか。オッケー。なんか、こ
構ね、チャ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 。これなんかやって意味あるんだっけ？これ普通に、ちょっと待って。いけない。こっち来た。ありがとう。パン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 。あ、でも上には行かなきゃいけないんだな。上に行けないんだな。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。これマックス行ったタイミングで、飛んで、で、こいつが降りてくれれば、降りらーい。あれ？どうしたらいいんだ？緑に乗ってからか。あ、そういうことか。さ、ああ、で、登ってくれると。ほい。無理。さあ、飛びましょう。ちゃ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 。だから本当に本物のゲーム実況者さんとかマジですごいと思うよ。あんなさ、面白いことずーっと喋って、あ、なんだ。よっしゃーって。お前あれだ、口寄せの術されたやつだろ。しかも2体いんのか、めんどくせえな。こいつ防御2だったっけ？違う、防御 3？ マジで？兵隊、ごめん、変態に見えてた。エリートのこの子、3、4、3。うわ、強っ！トゲトゲで武装して、うっかりダメージ、HP が、おお！あとピンチになると仲間、おお、手ごえ。うわ、強っ！さすがですね。どうしよっかなー。こういう時に使おう。まあ、アイテムは結構減るしね。オッケー。え、めっちゃくれるやん。へえ。ああ、びっくりした。今すぐ攻撃してくるのかと思った。驚かすんじゃねえよ。ちゃんとチャージするのね、あなた。知らなかったわ。オッケーオッケー、14。あと1個かよー。はい。で、辞書かな。これでも別になんか回収しなくてもいい気もするけどな。読めないあれを手に入れたら何なんだろう。あれを渡すことによって、その物知りな人に渡すとどうなるんだろうね。よいしょ。オッケー。これで一撃では死なないよね。ですよね。あ、そうか。攻撃を与えるたびに持ち手が変わるのか。そういうことか。そういえばそんなこともあったね。久々に気づいたわ、それ。よいしょ。オッケー。プニュ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 。あー！お前、足癖悪っ。なんちゅうやつや。よくないね、そういうやつは。踏んであげます。ご褒美です。まあいいや、とりあえずレベルが上がるからもう文句は言わないっすよ。オッケー。で、自分で自分のこと回復しないんかい。カン。これ何ターンくらい使えなくなるのかな ?3、4ターン？まあ別にハンマーをいるような敵との対戦じゃないからいいんだけど、そうなるとやっぱこうだな。まあ、バッチポイントはどうなの ?30くらいってか、まあ、上限あるんだよね。だから30バッチポイントくらいまでだったよね、確かね。じゃあフラワーを増やしましょう。これはどうしたらいいんだ？よいしょ。何回かやらなきゃいけないんだね。あ、コインだ。イエーイ !100 コイン?チャラチャチャラチャチャ。てか、ここ全然やる必要ないかもしれん。てか、10コインだけか、稼げたら。しかも、回収できなかったし。ああ、よかった。え、来んのかよ。おかしくね？いや、もうめんどくさいからいいや。星、スターを手に入れるとなんかいろいろあるのかな。とりあえずやるべきことはこれでいいのかな。よくないね。ちょっと待って。あれ、こっち行けるとこあったっけ。あ、ないな。あれ結局緑、黄色、赤、青じゃなくって、何だったっけ。なんか色がわかる。そうだ。俺すっかり忘れてた。
忘れっぽいんだからもう。いや違うな、これでやっぱ当てなきゃいけないのかな。星おお、食べたら元気になるやつが来た。もしくはレベルアップ、あ、じゃあレベルアップっていうか気がアップ。ああそうなのか、そうなるとちょっとめんどくさいな。あでも1体だけか、これあれか、全員倒さないと。あ、ちょっと待って、バックがあれじゃん、ちゃんとあれね、揃えたやつになってる。え、ほんま？全然違ったわ。よいしょ、1体だけだったらもう秒で終わらせよう。あーこれなんか赤輪くらいで終わりそうだな。テイフォーのリーダーをぶちのめすのは次のパートになるかな。まあでも16分だもんね。アカリンをゲットしてすぐだったっけ、どうだったっけ、ちょっと覚えてないんだよな。違うな、しょぼいな。あれ違ったっけ、これをめっちゃ揃うやん。あ違うわ、よいしょよいしょ。これ目押しだっけ、なんか適当に言ったらいつか。あちょっと待って、ほんまにあれスターが揃うんじゃなかったっけ、ここ気のせい。ん、ごめん、誰かあのコメントください。まあ、コメントを確認する頃には終わってるんだけどさ。ちょ逃げんな逃げんな逃げんな。あちょー、どうだ今、実況があまりにもつまらなさすぎて寝かけていただろう。私が起こしました、すいません。ぐっすりおやすみなさい。私の声は睡眠導入剤にもふさわしいですよ。やっぱ星あるよね。ピーンピーンピーン、あ一枚一枚、よいしょ。あれ違うな、ちょっと待ってよ、真剣にスターが出ない。ああ、兵法が揃わないんかい。あれちょっと待って、じゃあマジでどこだ、あの裏じゃないのか、こっちにあるとか。いや全然ないよね。あれじゃあちょっと待って、星揃えたところでなんかあれかな、星のかけらとかもらえるんだったら全然スキマスイッチなんだけど、それは星の器だ。どっかにある、ここじゃないのかな、ここじゃない、どこかにあるのかな。じゃあもう全組み合わせやっていくしかないよね。逆に青、赤、黄色、緑とかな。 OK チェル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 、怖い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 、無理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 、マジでわかんないな。よいしょ、はい、これでどうだ、はい、違いましたーと。あれ、ちょっと待って、マジで？だってさ、普通にさ、あの裏のさ、この順番じゃないのか。これでまたコイン稼ぎ？うん、多分これで無限にコイン稼げるかもしれない。ちょっと待って、わかんない。ちゃちゃちゃ。ちゃ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 、あーもう兵法無限はきパンパンパン、あれ兵法かー、あおー、そうなると、パン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 、違うな、あーちまったー。どうしようどうしようどうしよう、わかんないわかんない。ちょっと一旦当たりを引くまでカットした方が良さそうかな。そうだね、これ以上下っても仕方がないもんね。はい、じゃあ当たり引くまで一旦カッツ。
黄緑、赤、青は、いや、黄緑、青、赤、ああ、いた。ああ、よかった。このヒントどっからパクってきたらいいかなんだろう。ちょっと全然覚えてないね。まあ、いや。なんでもできればそれで十分なんですよ。ということで赤いきまし、あれちょっと赤いけるこれ。赤いけるんじゃん。あ、レッド駅いけるのか。あ、じゃあレッドから青に戻るのが今できないっていう状態か。確か。ピッポ、ピッポ、ピッポ、戻ってまいります。じゃあ戻ってはないのか。ほい。レッド駅。あ、行き先を決めたいところではあるんですが、オッケー、セーブ。とりあえず、アカリンを手に入れるところまでなんとか頑張りたい。どっちかな？こっちかな？あ、違う。今、ピロロロロンって言わなかったよね。あれ？あ、言ってるよね。ほっ。ほっ。ん？ない。なーい。あった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 。あー、よし。一つずつある。これ、ここで、ここだけで4つゲットできてるっていうのはでかいね。おーうわうわうわ、すげえ危ないのがいた。まあ、あんなやつにやられるほど、やわな体じゃないけどね。あれ、10コインポ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 インできるやつだったっけ。まあ、今別にいらないからいいや。降りる。おーね、ちょっと待ってね。あちょっ、これでハンマーが使えなくなると大変だから、とりあえずお前を始末する。ていこれで、あのアイテム、あーしあっちー、ふう、甘いぜ。あ、仲間呼ぶなって。しかも普通の兵法か。あしょー、レサビービンターの B は B なのかな、それと V なのか、ウィンターなのか、ビンターなのか、ウィンターなのか。あれ、あ、仲間呼んだら一旦動けなくなるのか。違うわ。あれ、順番は、順番とは、お尻次のあいつ戦うまでになんとか手に入ったりしないかな。あ、じゃあレベルアップしたりしないかな。まあ無理か。自己完結。ちゃ。ちょっとね、マジでね、最近疲れが溜まりすぎてね。今何時？おう、そうね、大体ね。企業秘密です。4体になったんだったら、おめえさんも普通にあれだって？回復させか、あ、じゃあ、やってくれた。お、やった。願うのパワー。ここはでも行っても仕方がないんだよな。あ、ちょ、頭打ってる、頭を。ちゃ。ああ。下手な鉄砲、数打ち当たる。ちょ、待って、先にクリを、クリクリしとかないでね。OK、ちゃ。ああ、こっちはあれか。パレッタじゃできないのか。あー、ちょっと待って、違うな。今まだ早い。カメキに使ってあげろよっていう人たくさんいると思うんだっけ。あー、ヒッ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 。違う。ウヒヒ、マリオどこにも逃がさないぞー。怖いやついるわ。さあ、暗闇のところで明るいところは嫌いだよ。さあ、一緒に暗い海の底。怖いって、お前。探偵らしく攻撃できない。お前シンプルに怖えよ。カンカン。はい、明るくなったよ。ほい、ビッグカンテラ君。トゥー、オッケー。うひ、ああ、明るいの嫌いだよ。暗くしてやる。わあ、暗い、怖い、助けてータン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 。これな、なさ、3回4回以上攻撃すると、確か明るくなってくれるんだよね。よいしょ。だから、その、あれかな、組まれすぎて、もうすでに絆創膏貼ってるっていう感じ。あー、やばい！
しかも2ターン動けなくなるのか、辛いな。仲間チェンジができない。ああ、ちょっと待って。あのね、思い描いてた未来と違うですね。普通にあなたに攻撃をしてほしいんですよね。まあ、一旦暗くするだけでね、終わってくれるから、それはまあ、まだありがたいかな。このシーンで攻撃できるんじゃない？あ、ちょっと待って、あれ、攻撃力5もあったっけ、こいつ。違う。とりあえず、仲間チェンジ。クリアを。で、物知りましょう。ビッグタテル君では周りを暗くして攻撃当たらないようにしてさ、40攻撃力5。あ、なるほどね。あとフラッシュ攻撃する俺たちもダメージを食ったフラッシュ攻撃力2だよ。まあ、カンテラを何度も叩いて周りを明るくしたら仲間を当てる、明るくなったらあいつの頭を一気に攻撃しましょう。あ、やっぱじゃあ普通にあれだね。これでもいいのか。よし、カン、カン。これでもう明るさ的には見えるっていう状態なのかな。あ、ですね。じゃあ何の問題もなかったわ。はい。勘弁してろー。負けちゃうよ、どうしよう、やばいよ。お疲れ様でした。15個か。ブラックヘイコーよりくれないのか。うひゃー。こっちさ、アカリってさ、なんだろう、他の作品にも出てきたのかな。なんか敵キャラ的な感じでさ、こいつのなんか仲間が出てきてた気がする。うん、バム、あなた、もちかちゅると、マリオチンではないでちゅか。さすがにちゅう、いるでちゅね、かっこきちゅう。うひひ、うひひひひひひの嫌なやつから、よくぞアクリンを助けてくれました。アクリンのおか、恩返しちゅるでちゅ、マリオチンについていくでちゅ。ヘイコーたちが噂してまちた。大王、魔王くっぱり近かった。おぉ、すごいな。アクリン感動したでちゅ、遠慮の、おめえが一番頼りになるんだよ。ちゃ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 ーん。フィリッペレ、アタック。暗くなってきちゃいましたね。いい感じでちゅ。早速使ってみてほしいでちゅ。すごいでちゅ。明るくなりましたね、ふ。もう明るいのいない、ボケから。ささ、レッチュゴー、バブルル。ここでは別にでも手に入るアイテムないんかーい。あ、あった。勇気やコンコン、あらるな。うまよし、オッケー。チャ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 ラチャ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 パッパッパで、早速さらにパワーアップさせてあげましょう。パッサ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 、オッケー。チャラチャランチャラチャチャチャラチャチャ。ちなみにアカリンって電気タイプだけど、炎と交わったらやっぱダメージ食らっちゃうのかな。どうなんでしょうね。そこが食らうん、食らうんだったらね、ちょっとね、難しいからね。早いんだよ、だから相変わらず。どうしよう。まだもうちょい時間ある？あ、て全然食う必要なかった。あ、これだったらファイヤーフラワーと戦えばよかったね。いや、ちょっと待ってよ。こっち行っていいのか？あ、なんだ？あー、あー。ちょっと待って、あー、早速何もない。よいしょー。ふん。キャン！よいしょ。わー、なんかすごいある。あいつ欲しいな。欲しいけど、今捨てるようなアイテムが、目回しだっけ？あ、これいらないな。捨てましょう。ちょっと待って。待って。久々の、帰ってきて。久々のカメキだね。本当に久々のカメキだ。あれ？ちょっと待って。そういうことか。ってことは、本来はアカリンが必要なんだけど、俺は、慈悲深き神器を使おうとしてたわけだね。オッケー。しかも、こいつ確か防御を無視して、攻撃。
一旦レサラセがいいか。よいしょ、チャラチャチャチャラチャ、ポコチャチャ、バー、危ないのがいる。そうなると先にこっちだな。興奮します、お嬢様、もっと私のことをぶってくださいってコマンドが言ってる。アーノルド・シュワルツネッカーが言ってる。いやー、でもマジでね、なんか願わくばシュワちゃんくらいの身長と体になりたいよね、ほんと。あ、これ待って、嫌な予感が。あー、よかったよかったよかった。ん？いらんことすな、いらんことをすなよ。まあいいや。はい、こいつだけが怖い。あとは別にどうでもいい。もうそんなやつ、もう知らん、もうどうでもいい。お前らは世間から何か与えられなければ生きていくことができないのか。ああ、船酔いしました。しかも2ターンも動けない。カン、動けない時でも防御力は固めです。麺固め、油め、油め、油身多め、ネギ少なめ、醤油濃いめ。あ、適当です。なんか最近なんか周りですげえラーメンの話があるんだけど、ラーメンとかね全く食わなくなったもんね。うん、別に嫌いとかじゃなくてラーメン好きなんだけど、やっぱね減量してるっていうのもあるし、なんか体を鍛え始めてからそのちょっとねラーメンが重いというかしんどいんだよね。うん、まあ、もちろんその麺とか具材だけを食うとかだったら全然問題ないんですよ。ただやっぱりねラーメンってスープが結構決め手になるじゃないですか。その決め手のスープを飲めないっていうのはなんかこう目の前におっぱいがあるのに揉んじゃいけません、触っちゃいけません、吸っちゃいけませんみたいなっていうのと同じレベルで辛いっていうのがあるから、やっぱスープ飲めないんだったらもうラーメンってちょっとやめとこうかなみたいなね。焼きそばの場合はちょっと塩分が濃すぎる。まあ結局ラーメンも一緒なんだけど、じゃあ麺、そうだな。まあ、結局は自分がどういう形で減量していくのがいいかっていうのをちゃんと把握しとかなきゃいけないって話だよな。そこのコントロールができないからラーメンっていうのをなんか決めつけで敬遠してるだけだから、いや、これは良くない傾向だな。ん？ちょっと待ってよ。これ今からボスじゃないか？やっぱそんな気がしてきた。じゃあボス行くか。お邪魔しまーす。キャーわーキャ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 ー、逃げろ逃げろー。まあ負けたらそれまでです。見逃してー。いや、そんな壁をボコボコに破壊できるようなやつ怖くて俺よう戦えんわ。怖い怖い。とうとう来たね、僕が将軍兵法だよん。クッパ様のご命令で星の巣捕まえてるんだよん。ちょっと捕まえてれば、あとは僕らの好きにしていいんだよん。お前、僕らのおもちゃ箱勝手に触る嫌なやつ。おもちゃ箱触らせないよ。お宝横取り許さないよ。星の巣も渡さないよ。マリオをやっつけちゃうよ。やっつけるー、やっつけきー。でこいつらもめんどくさいのがさ、集団兵法ってさ、おー、いる数でね、攻撃力が決まるんですよ。だから15体だったかな。15体いるから攻撃力15になるっていうね。軍団兵法だよ。たくさんの人数で向かってくるんだ。最大 HP15、攻撃力は1だ。1の攻撃で人数分の回数攻撃されるんだ。兵法がたくさんいると攻撃力が大きい。少なくなると減るんだよ。早く人数を減らせるように、ダメージの大きい技で攻撃するようにね。はーい、了解でーす。わーな、攻撃してるはずのお前らが慌ててるっていう、どういう状況よって話でね。いやー、痛い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 、痛かったー。ほいー。もうこれでどんどん削れていくって、ありがとうございまーす。で、これで、はい、あと3匹ですね。あー、痛い。よくもやってくれたなー。貴様ら強いでございます。まあ、しかしめんどくさいのが、この連続でどん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 敵が出てくるっていうところだよね。なんと、みんなやられちゃったよ。情けないよ。こうなったら僕がマリオをやっつけてやるよ。あお、リーダー自ら来てくださる。あ、引き殺したせいであれだよ。もうあなたともやっていきませんって。クリア、よくも僕の大事な可愛い兵法たちをいたぶってくれたんだよ。でももうそうはいかないんだよ。今度はもっと強いのが相手なんだよ。
お前が出てくるんかと思ったらね、あの急に髪ペラペラのやつが出てきたからね。あれ、こいつって一撃でしばける？どうなんだろう。竹馬兵法出撃、ヘイホー。返事がヘイホーって、ヘイホーヘイホー、仕事が好き、トゥ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 。え、確かこいつって30くれるんだったっけ、スターポイント。竹馬兵法だよ、つまりは竹馬に乗った兵法だ、そのままって感じだね。うわー、でも攻撃力強っ。3？ 違う違う、4。まあ3か、弱っ。でも7っていうことは結局兵法あれ変わりないんだね。ラッキー、出せてない、もういいよ、あれをやるしかないんだよー。ピュンピュンピュン。あれ、そういえば回転ハンマー俺持ってなかったな。あ、しかも2体出てくるのか、めんどくせえな。あ、お腹から出てくるのね。ほぉ、一気にやっつけっ、ヘイホッ。こいつを一ターンで倒すことはできないから、とりあえず、ほい。まあ、一体は倒してて、ダメージをちょっとでも食らうのを減らしておきましょう。おう、あれ、あ、ちょっと待って、そんだけ攻撃してくんのにあれ？攻撃力3とかしかないの？しかもトーテムなのに全然トーテムっぽい技じゃないよね。トーテム兵法で頭の上に積み重ねバランス感覚抜群だね。最大 HP10、攻撃力1。この攻撃力って1人分だよ。4人いたなら攻撃力は4だ。回転ハンマーで1人ずつ飛ばすことができる。人数なら攻撃力も減るよ。ああ、そういうこと。じゃあ1人減らしていれば、あの、あれなんだ。もともと3にできる。3とか。まあ3にして、ナイスで防御とか使ったら0にできるという、そういう寸法でございますね。ラッキー、これだったら僕だけが、で、マリオやっつけちゃうよーん。もう、謝ったって許さない。ぴょーん。まあ別に許してもらおうとも言う気もないんだからいいんだけどさ。ここまでフラワーポイント全く使ってないからね。ラッキー、いけじゃない、なんて攻撃をするの、もう絶対許さないよん。こいつ HP30 だったっけ。戦車に乗った将軍兵法だ。戦車はおもちゃの割に性能は良さそうだ。あ、でも防御2あるんだ。将軍が戦車に乗って指示を出しているだけじゃないんだ。爆弾を投げたり電気で、電気でビリビリで、電気の攻撃力は5、仲間にも2。あー、なるほどね。5。戦車の電気が、電気の攻撃ができなくなる。普通に攻撃するとちょっと硬いから苦労しそうだね。確かに、あなただと攻撃あれだね。きついね。あー、痛い、爆発物陳列剤ですね。どうしようかな。2だったらダメージ与えられないもんね。じゃあ、アカリンでやりましょうか。ちなみに、これ、電球の HP はなんぼ10とかそのくらいか？ウキー、そのピリピリした攻撃って、戦車の防御が効かないって感じ？もっちな攻撃絶対許さないよー。ですよね。オッケー。あ、おお、すごい。まあいいや。もう、ひたすら、発電パワー押した方がいいのか、これは。まあいいや、もう。次のターンでどうせ終わるし。え、終わるよね。あ、終わる。うん。オッケー、これナイスができたら最強だね、もう。あー、終わりですわ。いやー、なんかクリオがさ、結構さ、毒舌じゃないですか。なんか僕が普段喋ってることも、なんかクリオさんに対して申し訳ですけど、なんか同じレベルでなんか毒舌だなって思ったら、なんか申し訳なくて。おー、結構くれ、34個レベルアップしない、なんだよ、カスじゃねえか。レベルアップするくらいまでよこしてくれたのに、なんか問答無用でボス倒したらレベルアップさせてくれたらいいのに。やっ、ポコン、ピコ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 、ヒュー、やったね、チュー。兵法だし、やっつけずに兵たちも全然大したことありませんでしたね。やっぱりこれもあかりのおかげで、チューね。これ別のやつだったら、あのレサルスとかだったら、やっぱりあの私のおかげね、ウフーとかって言ってくるのかな。まあそこら辺ちょっとよくわかんないけど、まあいいや。オッケー、じゃあ無事クリアすることができましたので、一旦ね、こちらで、終了とさせていただきたいというふうに思います。まあ、ステージ4、クリア、早い、してる、近くある。こいつ何だったっけ？マリオが生意気になりますみたいな。オッケー。兵法たちをつけて4人目ゲット。さらにもう少しずつパワーが取り戻ってきます。3人。じゃあどこで取られてるんでしょうか。
ということで今回は以上でございます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して次回パートもお楽しみください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。